ですね。ごめん。大丈夫。よかった。
なら、神王が決する日にまた一日近づく。これ。ルイのやつ。ありがとうよ。リンカ、おい、嫌だ。やめてくれ。それ…なあ。すまん。おい。ありがとう。
兄弟でもねえのに。戻ろう。ありがとう。集まってもらったのは金を配るためじゃない。みんなを仕事に就かせるためなんだ。ちゃんとした仕事があれば誰かに頼らなくても生きていける。それに誰かの都合に振り回されなくていい。自分で自分の生き方を決めてよくなるんだ。ねえ、何がしたい？どう生きたい？本当はみんなあるはずだよ。そこへ一歩ずつ近づくんだ。ここをその始まりの場にしよう。そう言われてもな、誰がパリパスを雇うのさ。それだが、俺のいる工房の親父さんがな、キャゼリナの頼みなら来てもらって構わねえって。でも私たち、そんなところで働けるような腕もないし。分かってる。だから勉強できるようにするんだ。ここに小屋を建てて先生を呼ぶ。読み書きと計算を教えてもらえることになったんだ。それから木工細工や針仕事、簡単な薬の調剤なんかもだ。知識や技術を身につければ工房や商会に斡旋する。なのいいから金くれよ。仕事だ勉強だ、めんどくせんだよ。手っ取り早く金くれりゃいいじゃんか。誰かからもらった金であんたは何日安心できる？使い果たしたらどうする？いつか誰かを待つの。飢えて死ぬまで。そんなのくれなきゃ奪えばいい。金持ちから奪えってお前も言ってただろ。今のキャゼリナは違う。うん、言った。でもそれは間違ってたんだ。本当にごめん。奪えば奪われるだけ恐怖と憎しみが増える。不幸を誰かに押し付けるだけだって気づいたんだ。みんなはそんな自分誇れる？私は誇れないって、そう思った。だからさ、誰かから奪うんじゃなくて、欲しいものは自分の手で作り出そうよ。変わりたいって気持ちさえあれば誰でも受け入れる。この場所から一緒に自分の未来を描くんだ。アンサー、俺革職人とかできるかな？私服を作ってみたいんだけど、家族のを作ろうってたからできるかもって。子供たちにも教えてやりたいな。頑張って勉強するから俺にも先生やれないかな？頼ってねえらけどよ、俺みてえなクズ変わるって言っても。変われるよ。やりたいことを聞かせて。なければ一緒に考えるからさ。海ってやつを見てってガキの頃から。じゃあ計算を学びな。それができればブライハーベンの商人に紹介できる。みんなの話を聞くのまだまだかかりそう。すっごく興味を持ってくれたみたいで。世間はパリパスに厳しいって思うけど、あんまり不安にも思ってないんだ。だってもうすぐあんたが王様になるでしょ。だったら絶対パリパスも生きやすくなる。期待に応えなきゃな。待ってるね。私も未来に備えて
もう一頑張りしてるから。もちろんあんただけに頼るわけじゃないよ。みんなで一緒に協力し合って変えていく。王様なんていらないってのが理想かもね。世界を変えるのは一人の王様じゃなくて、私たち全員なんだからさ。確かにそうかもしれない。そうだよ、誰だってきっと自分の世界を変えられる。私たちの道は違う。だけど一緒に戦ってるよ。苦しい時、寂しい時は私を思い出して。どこかで私も戦ってるから。あんたが王様になってもその先もずっと仲間だからね。信念を貫く賞金稼ぎ、キャゼリナ。格闘家の美徳をなお強く抱き続けるもの。彼女との絆の結実によって、その最上の英雄像があなたに目覚めたようです。彼女からもたらされた新たな力で、あなた自身の宿命を必ず果たすのです。でっかい夢もこの拳で勝ち取んの。キャゼリナ、ご飯差し入れだって。すぐ行く。ねえ、あんたも食べてかない？ちょっと早い。王様おめでとうの宴。神王が決する日にまた一日近づく。いいじゃないか。どうなっちゃう？どうしよう。え？かわいそうにね。頼むわ。頑張りましょう。よし、行くか。何しようか。
中。もちろん。その実は私は私は彼女は今新たな力を外戦車がたどり着いたのは温暖で肥沃なグラシア密林。かつては妖精たちの歌声が響くのどかな憩いの地だったという。しかし
交易のために森が切り開かれた結果、妖精たちは消え、加護を失ったかのように森ごと怪物の巣窟となり果てた。人々は木々の奥に潜む怪物を恐れ、森は再び暗く閉ざされた。妖精、さらには人からも見捨てられた魔の森に一行は降り立つ。巻いたな。もう大丈夫だろう。
そう。行くぞ。合わせましょう。力を合わせて。いいわよ、ジュナ。私だってやれます。お覚悟は違う。勝利のために。任せたよ。一緒に行こう。存分にやる。すいません。合わせてくれ。頑張って。どうよ。よし、また力がついたみてえだ。じゃあ、やるしかない。よし。それじゃあ。そうだな。ねえ。じゃあ。そうね。確か、まあいい。ねえ。よし。疲れたろ。神王が決する日にまた一日近づく。どうなっちゃう。ありがとうね。よかった。達成よ。じゃあね。ありがとう。どうなっちゃうんだよ。なあ、ありがとな。
よ。いや。まさか。待て。嘘だろ。いや、どうして？リンカ、やめろ。いや。俺が進む道を決めるんだ。なるほど。天才。おお。ひらめいた。ありがとうよ。ん？いや。なあ。え？
おう。おお。実は。さすが俺。てか、もちろんだ。うん。のドキドキよ。重要な依頼だ。じゃあ。もう。どうも。大丈夫。あ、しかし。良いか。大丈夫だ。負けない。あ。うん。絶対。それに。
ゃあ。神王が決する日にまた一日近づく。ついに来ましたね。いよいよアスカ。泣いても笑っても今度こそルイと決着だ。アナってことはねえのか。わざわざ工事人に手紙まで持たせてよ。ただ決戦を楽しみてってとこだろ。やるらしいぜ。確かに向こうは今1位だ。呼び出してまではめる道理はないが、どうにも疑ってしまうな。今さら臆病かてか。明日はよ、ルイの顔面に一発食らわしてやる。兄貴に手出しやがったやつは弟の俺が分からす決まりだからよ。一発ってか、百発でもいいし。あいつが王になったら王国は終わりよ。言葉通り、多分本当に滅亡する。レラが言ってたことね。国が大量の人間であふれかえる、それがルイの願望だって。人間を討伐してきたはずのルイがどうしてそんなこと望むのか、理由は謎だけど。少なくともルイは王の魔法を得てもそれでこの国を救う気はないということでしょう。私たちにも私たちが夢見る世界がある。マリアやファビアンヌさん、グライアスにレラ、みんなのためにも絶対勝とうね。危険は承知だな。よし、行くか。決戦の地となる王都へ向け、凱旋者は空路を選んだ。天意の魔法で音もなく戻ることはしない。今から戻るのは流浪の少年ではなく王子その人であるということ。何よりルイに並び立てる候補であるということ。空からの凱旋をもってようやくそれを印象付けられるだろう。たとえそれが今は仮初めであるとしても。聖教が力を弱めた今、ルイ様より殿下につくべきか。
罪を自白したのに、聖女への敬意が失われて今、過去の絆が残り、受けた施しは本物ということだ。おかしな言い方かもしれんが、感謝せねばな。おかげでうまく鞘に収まり、聖教信徒からも期待が集まっているようだ。これは裏切れない。でも、街をよく見渡すと、なんだか行き過ぎた熱気もあるみたい。エンジャー、ルイだけじゃなくて、信じてるバカどもも、まとめてぶっ殺してくださいよ。連中どうかしてやがる。どうかしてんのはお前らだ。お前らみたいな頭の古い連中がビビってるせいで、ちっとも国が良くならねえ。じゃあルイはなんでまだ来ねえんだ。ビビってっからだろ。てめえで呼んどいてよ。確かに、これだけ焚きつけて現れないとしたら、ずいぶんバカにしてるな。国葬の時みたく、また派手に登場する気なんじゃない。どんな魂胆だろうが、ぶち壊してやるな。気持ちは戦いまで取っておく。それにしても…おい、見ろ、王子殿下が来てるみたいだぞ。おお、十男様もいる。おいおい、人気は結構だが、この調子で人が増えたら八王女になっちまうぞ。俺は凱旋者に避難してるからな。こっちはとりあえずミツバチのささやき邸に向かおう。マリアも待ってるだろうしな。お客さんもみんな応援してるって。すごい人気でびっくりしちゃった。そっちは大丈夫だった？平気。みんなお兄ちゃんのお話してて、マリア寂しくなかったよ。まさかあのルイに向こうから挑まれるほどになっちまうとはね。あの人もきっと驚いてるさ。今晩はゆっくり休んでちょうだい。さ、マリアはそろそろ寝る時間だよ。本当はもっとお話ししたいけど、明日頑張ってね。応援してる。いよいよだな。今はいないグライアスのためにもこの戦い勝たないとね。できるさ。王子殿下を呪いから救うという不可能とも思える願いさえ成し遂げた我々だ。しかし王の魔法の庇護なき今、条件は今度こそ五分だ。間違いなく厳しい戦いになる。王の魔法か。伝承通り天変地異をも起こす力だったな。この数ヶ月、全国民が一人の例外もなく振り回された。こいつをルイが手にするとか、想像しただけでゾッとすんぜ。でもこの戦いで決着はつくんでしょうか。知っての通り、王になるのは一番支持を集めた人です。勝負がついてもその場で王が決まるわけじゃありません。町の危うい熱狂を見ていると、たとえ決着がついても。だとしても、ここまで来たら殺す気でぶつかる以外に選択肢はないわ。ルイはそれだけの相手よ。そうだな。全ての心配はまず勝ってからだ。これまでやってきたことを信じよう。今度こそルイと決戦なのね。初めてこの町に来た時は遥か遠い存在だったのに、アーキタイプに目覚めて仲間が増えて、いつの間にかみんなの期待まで背負うようになって、大事になったわよね。大変なのはまだこれからだ。そうね。まだルイにも勝ってないし、勝っておしまいじゃないしね。けど今のあんたを王子が見たら、少しは誇らしく思ってくれるんじゃない？あんたと王子は親友だったもんね。どうかした？あ、ごめんなさい。なんか一瞬変なこと言った気がして。気にしないで。とにかく今度こそルイを倒さなきゃね。王子のところへは勝利の報告を持って向かうことにしましょう。王子の喜ぶ顔が目に浮かぶ。
よし、ゆっくり休んでおこう。明日は決戦だ。久しぶりだな。いい？あやつ。なるほど。かねてより調査を続けていた本物の王子の居所、ようやく特定に至りました。王子と共に行方をくらましていた者どもが密かに出入りしていた痕跡が。奴はどこに潜んでいた？王都の遥か西方、訪れる者を惑わすとも言われる深い森の奥に、地図から消された古い里が。と申しますか、驚いたことに、どうやらこの場所はかつてフォーデンが兵を送って焼き払ったエルダ族の里。ご存知だったのですか？なるほどな。公に滅んだと発表された場所に潜むとは。考えたら、あそこは王子が生まれ落ちた場所だ。放蕩を続けていた若き禅王は、あの場所で一人の女を見初め、烙印が生まれた。なんと。では王子は本当にエルダ族の血筋？フォーデンが火まで放ったのは里が教えに反するからではない。真の意図は世に知れる前に邪魔な烙印を始末するためだ。王子がこれほど長い間生き延び、完全に隠れおおせていたわけもこれでうなずける。ではゾルバ、行って因縁を終わらせてこい。はっ。確実に仕留めてまいります。新たに手に入れた力を試したいところでした。さて、こちらも王と決戦の支度を進めれば。その重みにふさわしい最後をくれてやろう。我が秘術でな。